グラントフージャーニーの花子です。マイコです。ダーマです。今日は日曜日です。なので、日曜日の家族でのんびり過ごす、休日の様子をお送りしたいと思います。私たちパリに引っ越してきて8年ぐらいなんですけど、なんか8年前ってパリって日曜日本当にどこもやってなかったんですよ、お店。だからなんか日曜日ってすごく予定を入れないでゆっくり過ごす癖がついちゃって、なので、今日は、私たちが住んでる、マレ地区をちょっとブラブラして、どこかでランチをしてっていう感じでゆっくり過ごしたいと思います。じゃあそうだ、朝ごはん作ろうか。パンケーキ作る？よし。今日のパンケーキは、オートミールで作りたいと思います。普通、パンケーキって卵と小麦粉とバターとミルクって感じだと思うんですけど、もう少し栄養は取れたらいいなと思うので、できるだけホールフードのものを使って作りたいと思います。なので、オートミール、この大きいフレーク型のオートミールを粉砕して作ります。オートミールって本当にすごい栄養価が高くって、食物繊維とかは白米の20倍もあって、あとタンパク質も多いし鉄分もたっぷりなので、うちではすごく重宝しています。でこれを粉状にしてパンケーキを作るんですけど、本当にフレッシュに粉砕したばっかりの方がかなり美味しくできるので、粉から作るよりもこのフレークから作った方が私は美味しいと思ってます。で、あと豆乳、ミルクの代わりは豆乳です。で、卵は入れなくても大丈夫で、甘みをつけるのは少し甘酒を入れます。白砂糖とかよりは、できるだけ、甘酒とかメープルシロップとか、フルーツの甘みとかで甘さを出すようにしています。で、あとはお酢も少し入れて、香り付けにバニラエッセンスと、あとはベーキングパウダーっていう感じで作りたいと思います。マキサーベクマジュワーイコおいしい。2回目マイちゃん入れてじゃん。Je peux pas toujours le faire. Tu vas tout faire tomber, c'est pas comme ça. おしよ、こいつまんで入れてくれる？Il faut faire. ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけ。はい、OK。 C'est toujours la différente étape qu'il faut faire. どら焼きみたい。あたーみ。おいしい。トマト、c'est moi qui vais servir. C'est pour toi qui vais servir. おいしい。おいしい？Oui。Mon Dieu, quoi。
すごい。ふわふわ。ふわふわ。うん。4月なのでトレンチでいけるかなと思ったらまだ3度なので厚めのコートにしました。ファラフェルが入ってる。たっぷり入ってます。ひよこ豆のコロッケ、きのこ、うん、うん、ね、お腹かかりさすがカリフラワーおいしい。パパが子供たちを連れて帰ってくれたので私はちょっとブラッとしてから帰りたいと思います。私が使ってるお気に入りのクレンジングミルク、このブランドすごい香りもよくってすごく好きです。ちょっと家に足りないものがあるのでさっと買い出しをしてから帰りたいと思います。ここはビアンエピスリーといって、まあ、オーガニックのスーパーみたいなところですね。ここで、ちょっと買い物をしていきます。ここはナッツバターとかもすごい種類が豊富で、ピーナッツバターだけじゃなくってアーモンドバターやごまのバターとか本当にいろいろなものが売ってるのですっごく便利です。こういうキノアとかブルグルとかそういった穀物系もかなりいろんな種類が置いてます。アマランサスも美味しいよね。あとはオートミールとか、オートミールもね、いろんな大きさのオートミールが置いてあります。私はチアシードが切れてたので買って帰ります。こういう子供のおやつにぴったりなコンポートも売ってて、まあ、砂糖が入ってないものも多いのですごく助かります。私
私のお目当てはこのココナッツヨーグルト。あった。そろそろ夜ご飯の準備をしたいと思います。今日はね、まあお昼も遅かったし、あんまりお腹空いてないので、かなり、軽めな和食にしたいと思います。白アスパラでアスパラご飯にして、あとは緑のアスパラとエンドウ豆で、まあ、炒め物みたいにして、かぶ、まあ、はかぶのリキュー汁みたいな感じにしようかな。で、あとまあお豆腐お豆腐と、最後にあのグリーンピースの皮って捨てるのがもったいないなと思うので、まあ、これを使ったあのスープを、まあ、今日食べるわけじゃないんですけど紹介したいなと思います。春野菜たくさんのメニューになります。白アスパラは結構硬いので2周ぐらいは剥きます。はい、できました。これで、緑のアスパラガスの方は下茹でしていきます。下茹でするときによく言われてることなんですけど、剥いた皮を一緒に入れるとこの皮から出汁が出てとても美味しいので、私もそういう風に下茹でしています。グリーンピースのさやは一煮立ちしたらすぐ出して水で冷やします。こうしないとね、色がくすんじゃうのですぐ冷たい水に入れます。 OK。 よし、じゃあこれを出していい出汁が出ます。ここにアスパラを入れて下茹でします。3分ぐらいかな。もういいかな、あとで炒めるしね。できた。あ、いい色。これで冷やしてで、このアスパラを茹でた水とかってすごいいい出汁が出てるので、まあ、さっきのグリーンピースのさやを茹でた水と合わせて取っておきます。まあ、これでスープとか作るときに野菜コンソメとか使わなくてもこういった茹で汁とかを使えば本当に旨味が出てるので美味しくできます。さっき下茹でしたグリーンピースのさやと玉ねぎとじゃがいもで、今週の作り置きとしてスープを作っておきたいと思います。
1枚。1個入れ忘れた。プラントベースだと、あの出汁ってどうするですかってよくあのインスタとかでも質問もらうんですけど、出汁は大体あの昆布出汁を和食だと使っています。こんな感じで一晩冷蔵庫に入れて、利尻昆布とお水で一晩入れて、まあ、出汁を取ったりとか。ちなみに昆布出汁は冷凍もできるので、あの多めに作っての製氷皿とかに入れて、あの冷凍しておくこともあります。そうするとね、使いたい時にすぐ使えて便利です。あんまり煮詰めると色が変わっちゃうから、一瞬だけ、こんなに綺麗な色にできました。で、こんな緑色のスープができました。これは平日にスープにしたりソースにしたりして使うので、冷蔵庫に保存しておきます。よいしょ。最近新しい試みとして、コンポストを使い始めて、コンポストって結構ずっと試してみたかったんですけど、なんか匂いがあったら嫌だし、ね、虫とかも苦手だからちょっとどうしようかなと思ってたら、なんかこんな可愛い、こんな可愛いバッグ型のコンポストを見つけて、ちょっと使い始めました。で、これはこのフェルトバッグの中にバッグが入ってて、ここにね、どん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 さっきのカスとかを入れていって混ぜれば OK って感じです。これでどん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 生ゴミを貯めていって、3週間ぐらい熟成させると堆肥になって、それで植物を育てたり野菜を育てたりできるらしいです、ね、そうやってこう食が循環していくってすごくいいなと思うので、すごく楽しみです。このリキュージルは、この間日本に帰国した時に、あの鎌倉の精進料理の教室で習ったんですけどね、結構ごま入れるんですけど、大さじ4ぐらい、すごく美味しくてよく作ってます。で、最後に片栗粉を入れて、
もうすぐできるよ。Allez, allez.